の高井です。影響力の大きい戦略編って本ですけど、中におめこぶし効果っていう話なんですけど、ある好ましい声を取り組んだのか別の好ましい声を怠ってもいいよねっていう話。実験のね内容で、要するにペーパータオルのリサイクルの処分をもっとねしっかり行わせるためにリサイクルの予約を導入したら、かえってペーパータオルの消費が増えてしまうんじゃないのかっていう、そのね検証を行われたテストで、最初の研究では実験参加者にハサミの新商品新製品を評価するようにしていました。評価する起点には紙からさまざまな形を切り抜く時の使い勝手も含まれており、試し切りの紙が200枚ほど用意されていました。参加者の半数はリサイクル設備の一切ない普通ゴミ箱が1つ置かれただけの部屋で貸し切りを行いました。残りの参加者たちは同じ作業を通常のゴミ箱の他にリサイクルゴミ箱を抑えた部屋で行いました。この時切り抜いて作る型の大きさやその作業で使って良い紙の量についての具体的な指示はあえて出しませんでした。作業で出たゴミを用意してある容器に全て捨てるようにとだけ伝えました。また作業の後、参加者たちに環境保護に関する意識というアンケートを実施し、環境に対する考え方と姿勢を尋ねました。結果は全く届くべきものでした。リサイクルゴミのある部屋でハサミの評価を行った参加者は、普通のゴミ箱しかなかった参加者の3倍近くの紙を使ったんです。そして興味深いことに、紙の使用量の増加は参加者の環境保護に関する意識、つまり実験後のアンケートへの回答の内容とは無関係に生じていました。つまりですよ、ダイエットでルームランナー、これ普段よりもね10分長く使う、ほんの少し健康になった気がすると同時に多めに運動したんだから、朝のコーヒーに美味しいマフィンを添えてもいいような気がしてくる、昼食でヘルシーなサラダを選ぶとそれだけで デザートを食べる権利を買った気がする、少なくとも職場に戻る時に階段でなくてエスカレーターもしくはエレベーターを使う権利ぐらいは手に入れた気がする。だからまあ食事に少しでも気を使ってダイエットした気になると、やればやればやるほど、努力すればすればするほど、まあこれぐらいいいよねってついつい手を出すっていうのは人間だったことです。まあ面白いから読んでみてくださいね。それでは。